あ、じゃあれはどうなんですか。例えば、あの今回のアジアカップの時だって、こうイラクに負けて最終的にイランに負けてってなっちゃったけど、あの時もなんで先発で久保出さねえとかいろんなあったじゃないですか。なんで出さないんです。そのあれ負けた時って先発久保じゃなかったでしたっけ。イラン戦はイラン戦は出てる。イラク戦かな。途中で下げたとかありましたね。下げたのか。はい。イラン戦は久保は出てて六十七分に下げたんですイラク戦も出てますね。 あ、じゃあなんかななんかちゃんと使えみたいななんかあった、ね、まあまあその、ええ、今日くぼすためんじゃないんだって時ありますよね。うんうん、でそういうことは別にその時その時のなんで、うん、えっと僕自身の意見とは別に使わない理由みたいなのを、ええ、あの。 しっかり説明というか、意図を解釈して伝えるとやりますね。うん、なんで、僕だったら使いますけど、森保さんの意図としてはこうなんだと思いますっていう話はするようにます、ね。ああ、そうか。か意外に結構解説者の人ってそういう人って少なかったりするんですよ。ね、こっち使った方がいいで終わるんですけど、ね、例えば右サイド久保か伊藤かみたいな話で、久保、うんうん、よりも伊藤の方がサイドバックを助けるアップダウンが分かりやすいんですよ。うんうん、で、久保の方がちょっと戻れるんですけど、 カウンターのこと考えてちょっと高めに残って、サボりどころを見つけようとするみたいなところあるんですよ。うん、で、それ僕すごくいいと思うんですけど、やっぱり、この森安さんの起用方針だったりとか、えー、この別筋できあの回ってくる話からすると、やっぱりそこのサイドのアップダウン力だったり、守備の強度みたいなので、久保の序列が、あの、高くない。トップ下に使う選手ってなってると。うん、だけど、僕は、それでも久保使った方がいいなぜなら、みたいな話するんですけど、この今の下りを全部、まあ、 聞いてくれる人ばっかりじゃないですから、うん、なんかその,あのきついこと言ってるように聞こえるそこだけ切いうなことで森谷さんの藤の方うの話も結構してるんですけどああなるほどそういうことか、はい、ようやくなんとなくおぼろげながら見えてきました、はい、それでいうと伊藤を出さないっていうのは、はい、そのレオザさんの意見としては <laughs> こもういよいよ本当にグループ B の大変なことになってるじゃないですか。 それはどうなんですかいやもうあれは歴常よりも政治的なことっていうのは森保さんがもうコメントしてますからね彼を守るためっていうのが彼を守るためというよりこの JFA っていう組織を守るための感じがするんですけどでもやっぱりでも本当は握手でしょうですよねあとはそこの まあ、圧力よりも忖度、まあ、両方だと思うんですよああいう選手呼ぶなっていうのとそ呼ばない方がスポンサーさんにとかあるんですけどかなんかテレビの自主規制的なものも相当入ってるような気もするんで,すです、ね、テレビのって例えですよこれ自主規制入ってるような気もするしね、はいはい、なんでそういう推定無罪のところとかそういうふうな行動をすることによっていかにその週刊誌がこう 法を裁くわけじゃないのになんかこう司法機関みたいになっちゃってるという、うん、それ自体がおかしいんだよっていうプロパガンダは打たないんだっていうの、うん、で自分たちで自分たちの首絞めてるのがまあれは慎重だけど例えば「文春」なんかを見ればね、はいはい、やっぱり時代の告発者として文春が君臨し、はい、そして言い悪いじゃなくて時代の決定権者としてクライアント。はいはい スポンサーが考えるることを判断するしたがってスポンサーが判断するんでそこに手前で代理店やテレビやさまざまなマスメディアも含めて協会も含めて自主規制して忖度すると、はい、こういう循環型社会ができちゃってるんでしょ、はいはい、ここはやっぱり打破するべきはしなきゃいけない局面あるじゃないですかそこでレオザさんなんだよあ、そうですかんな大,大きな十字架を背負わせていただける大変な十字架ですよ、はい、でもだって本当にそういういこと俺 サッカー何もわかんないにわかが、例えばイラク戦ね、この前のアジアカップの時に、まあ手に汗握って調子よく見てるやつよ。よくわかんないくせに。はい、そのレオザさんのその YouTube も見た時に、はい、なんだこの人っていう話。事細かに言った通りになったじゃないですか。ううびっくりですよね。はい、そこで俺 YouTube でものすごい勢いで、うん、なんだレオザっていう人はってやったわけですけど、 あれは、お見事でしたね、えーえー。ありがとうございます。あれ僕、時空歪んで、はい、イラク戦見た後に撮ったと思いたかったぐらい <laughs> 本当にすごいですね。はいまあ、ああいう、なんつうかね、こう、両チーム見て、うん、弱点だったり長所見えてくるじゃないですか。うん、で、まあ、戦の常識言うと、弱点長所ぶつけるべきじゃないですか。うん、こういう監督ばっかりじゃないんで、うん、その、日本に勝ってほしかったですけど、その予想が当たった当たんないで言うと、もう、向こうの監督さんが、 ちゃんとしてたから僕が評価上がっただけですね。ちゃんとしてない人ならそこつかないんであ<ー>、はい。なんでそこがありますね。そうか、はい、そういうふうに向こう側にも入ることじゃあね全然話は違うんだけど、はい、反対側に回り込むってことの大事さで言うと、はい、本当に自国の人には申し訳ないけどもミャンマーも大変な政情不安です今。うん これは国軍に対して少数民族のグループが束になって攻撃を去年の10月以降仕掛けてますよでそれからシリアはもう大紛争戦争地域です、はい、でそのあったら第三国は当たり前じゃないですか、うん、そうするとやっぱりサッカーに熱狂したい人たちにとってはものすごい組み合わせの中でも第三国でちゃんとやってほしいとか日本から見たアウェーではって思うわけじゃないですか、はい、でもまだはっきりしないじゃないですか、はい、開催地が。うん この辺りはどんな風に思いますか、うん、え、でも、あれじゃないですか、その、一つの小さいスキャンダルに関して適切な対応を取れない国が、政治的なその、しがらみのところの対応策でベストなのを取れるわけないっていうか、そっちの方が絶対ハードモードじゃないですか。ちょっと帰らせてもらっていいですか <laughs> それも、いや、もう、<ほ>いや、<ほ>僕も政治ものすごい正論でしたけなんで、まあ、そういうもん、もんというか、いや、諦めっていうかなんつかね、納得しちゃいけないんですけど、 まあ諦めも納得もしてないけど、はい、冷静に見りゃこういう道理でしょう今は残念ながらとおっ言うのしゃったんですよ。完全に弟子入りさせてください。そ俺にかけてるのはそこなんですよ。<laughs> いやその感情が走っちゃうんですよ。熱があるからグルーブが生まれるんでん僕もあの自分のチームでは一番重要にしてるのはやっぱ魂のところで戦術忘れてもいいけど魂忘れるなって言ってるんで。<laughs> うわでもそうやって慰めてもらうと余計切ない,しい今後、レオザさんと会わないで森屋さんと仲良くするべく接近します。私は路線変えます。対抗派閥みたいなしないでもらっていいですか <laughs> おかしいよね。僕も森屋さんと話せるなら話したい。天に煽ってるよね。申し訳ない, <laughs>、はい。なんかそういうちゃんと、この、話せば分かるじゃないですか。例えば、うん、伊藤淳也のあの問題も、うん なんかこう、こういう話すると、やってるやってないの話に行く人いるんですけど、そこって全然論点違くて、うんうん、一つの報道機関が報道して、別に司法の裁きも何も出てない状況で、あの、大騒ぎして、 で、あの、記者会見とかでもそういう話したことをニュース番組で取り上げて、まるで、ね、伊藤淳也を呼ぶことは大問題かのように扱うっていう、それ自体が違うんだよっていうのを、みんなで、そこ、そのこと、その対応策について話して、いや、ここは、それこそ電通だったりメディアを、えー、この、持ってる人たちを、まあ、仲間というか、その人たちとやってるわけですから、これはそういう流れに何年をしましょう。で、呼ぶことによって、ちゃんと推定無罪っていう、そのやり方っていうのをちゃんと浸透させましょう、みたいな。 っていう話し合いを多分してないじゃないですか。なんで、ってなると、ここに国の情勢でそこの政治的なのが絡んでくると、もう3回りぐらい大きい会議をしなきゃいけないんですけど、それは絶対しないですよね。ってなってくると、この組織って多分誰かが、誰かがやってるんだろうな、みたいなことで回ってる。もうこういうもんだよね、みたいな仕方ないよね、でずっと回ってるから、まあ僕らの、その、 トリークも3分しかなぜか映像使えないみたいなのもずっと変わんないんでそのねストレスがあるから、はい、こういうことでしょっていうふうに言える、はい、やっぱ苦悩を感じるすごくそうそうただ僕は部外者だから、はい、名前言うと外輪の方ですねその国外も含めてやるって言った時に、はい、やっぱりスポーツが政治利用されてきてるわけですよそうです東京オリンピックパラリンピックだって後にワに賄賂問題じゃないですか、うん、だからスポーツの美名のもとにスポーツロンダリングをすれば、はいはい 見事に政治的なドロドロの駆け引きやお金のも問題もきれいに浄化されるっていうこれを打破しなきゃいけない,という大問題がありますだからといってですよもう一回戻るけど内輪の方の伊藤選手問題おっしゃる通り推定無罪って言ったけど一出版社の雑誌一メディアがやったことがなんでこんなになって。 電通が入ってたけどここに問題があるのはこの外輪と内輪の違いが僕はあると思ってるのは、はい、内輪は電通一強テレビメディアの中の一強時代なら,らこれは違ったと思います、はい、この性加害があったのかなかったのかっていうのは大問題ですよ、うん、今まで女性が虐げられて男尊女卑っていう流れもずっとあったわけだから、はい、これは もう遅れてやってきた「ミートー運動の国日本」で大問題だから見るけど、はい、おっしゃるように伊藤選手の問題は告白がついいてないわけだ、はい、でその状態で何で自粛制自主やるのって言った時に、うん、やっぱりテレビとか電通が昔ほど強くないから、うん、全てはスポンサーさんクライアント監督兼オーナーだから気持ちよく分かると思う、うん、そっちに対してものすごく気遣っちゃう時代になっちゃってるんですね。うんうん スポンサー、いくつもあって、順番待ちしてるから、やってしまおうっていういい時代もありました。うん、だけど、順番待ってないんだし、スカスカなんだし、気、はい、かっとかなきゃっていう若干媚び入っちゃってるとこあるんですね。だから、ここができないのは問題なんですけども、うん、それプラス、政治的な各国との渡り合いできないよねっていうふうに言い切れない、はい、違うやる口やりましょうと。うん、もう、外側から改革していって、中っ側もじわじわ、 こさせますよって逆転の発想もあるんですよ。はい、だから僕はちょっとね、このグループ B に関する、その、あ、日本から見た時のアウェイに対してなんとがいかないっていうところに、はい、ごめんなさいね、戻って、えー、さっき一刀両断言われてすごいと思ったんだけど、まだぐちぐちしてる。それって、そういうのってこう、話を聞いてくれる人ってどのぐらいいるんですかねそういう、例えばこの伊藤淳也の問題とかも、僕がスポンサーだったらですよ。ああいうふうに騒がれるより、 あの、し、言っちゃえばそういうことを答えてるときに、ここにスポンサー名が出てるってことが嫌だと思うんですよ、スポンサーからしたら。で、それを例えば、あの、この件を守るっていう、スポンサードというか、その打ち出し方もあるわけじゃないですか。もちろんですよ。でもあれって僕、あの、僕す、あの、企業名は可哀想なんで言わないですけど、その飲み物とか買いたくなくなったんですよ。とか、その服とか買いたくなくなったんですよ。誰、別にドキュメンタリーでちょっと映るだけなのに、ちゃんとラベル剥がすみたいな。 って思っちゃうんですよ、僕は。だって、一選手をそんな風にして、僕があの、日本サッカー協会側だったら、いや、これ、大門、あの、ここで外す方が、スポンサーさんに損ですと。だって、本当に悪くて、えー、もう、は、あの、有罪ですってなった時に呼ぶのは違うの分かってます。でも、この状態で、呼ばない。で、そのことを記者会見で話して、それで、えー、もうミヤネ屋とかで報道させると。で、それを、あの、一般の人たちは、スポンサーのせいだって言いますよと。スポンサーが止めてな、まあ、止めて、 出たとしたらこれはいやうちは選手この現状ではサポートしますよそれ有罪になったら話違いますけど現状だとサポートするのが日本代表を応援するってことじゃないですかだって伊藤純也がいなくなったらアジアカップ勝率下がるんですからのほがキリン5本買いますよ僕は1本でいいところっていうのを話聞いてくれない国だって僕は言われたんですよ他の人に話したらいやリオんのその理想論はわかるけどそういうもんじゃないんだともうこういうのが出た時点でスポンサーには忖度して 外さなきゃいけないもんだから。いやいや、スポンサーだって広告価値として出してるんだから、そこを守る方が広告価値。それこそ本当に、あ、スポーツっていいなってなるところでしょっていうところなんですけど、こ,この辺って話聞いてくれるんですかこれをね、例えば、レオ君これはって、それ言ってるのも一例あるけれども、はい、そしょうがないんだよって、だからやっぱ忖度しちゃうのよっていうのは、はいはい、そこで思考し停止してる、全くダメなパターンですね。うん、だって、 スポンサーが時代の決定権者だ、クライアントがって言いましたけど、うん、本当の決定権者は我々ですから。はい、我々消費者に向いてるから、はい、メーカーさんであろうともサービス業であろうとも、はい、クライアントだの、スポンサーだの、お得意だのって言われる人たち、うん、お金を提供してチームを盛り上げるね。シう、ねはい、ュアボ東京を盛り上げる、それから今回の大会を盛り上げるとか、そういう人たちは、で、テレビにスポンサーとしてつくっていう人たちは、何を見据えてるかっていうと、うん 今と次世代の近未来の消費者に向かって一番気を使う。で、その消費者が本当に伊藤選手に、うん、怒りまくって、これはやっぱり多数決的に見て、うん、73だ64だよってなった時は別だけれども、うん、まだそこまでの動きがない時に、なんでスポンサーの方がまた自粛制して、うん、すぐ使った人をこうやって今回のビール会社みたいにすぐ下ろすのかと。うんはい わかってることなのにっていうことに続くのかといえば、必ず消費者が神様だっていう見方で、今度はスポンサーの方が思考停止するわけだだから思考停止をやめましょう。だから例えば、政治に関して僕も文句言います。YouTube でも本当にね、冗談じゃねえやと思うこと言うけど、必ず背中にツンツン矢が当たる。そういうふうに言ってたって、我々日本国民の思考回路とか思考停止とか、 今自民党の裏金問題に怒りまくってたって、2週間後にディズニーランド家族で行ける方の小さな幸せの方に重きを置いてるよね、皆さん方。うん、こっちでチャッチャッチャッとやりますから、青林心で。オタクラ楽しんでいいんですよ。まだ経済成長の残死が残ってるいい国だからって思わせんが一流ですから、うん、今の与党の政治家たちは。<ー>そういうところで言うと、 自分たちが騙されてんだて。うん、自分たちが怒り続けて指摘し続かなきゃいけない。うん、スポンサーの思考停止を自分たちが言わなきゃいけない。うん、俺なんかは番組やってる時なんか言えなかったですよ。うん、でも、レオザさんはもちろんチームのことに関しては気づかなきゃいけないオーナー系監督だけれども、うん、ここで開放服で座ってる時って言えるから、今みたいな話はね、するべきなんですよ。<laughs> いや、そうっすね。するべきなんですよ。で、俺も逃げないで YouTube でするべきなんですよ。うん、テレビではできないからね。うん、テレビも可哀想ですよ。可哀想って言葉も生意気だけど。うん 昔ほど強くないんだから、スポンサーがつかないんだから、昔ほどは。なんか、あれなんですよ。その、例えばさっきのトリーグの映像問題もそうですし、うん、あと僕、ライセンス性とかも変えた方がいいって言ってるんですよ。うん、で、今のスポンサーさんもそうなんですけど、あの、僕いうことって、どっちかが損するっていうよりも、こっちもそっちも得しませんって話なんですよ。うん、例えば、これ、伊藤陣は守んないと、じゃあ、例えば田島さんにスキャンダル出ました、宮本さんにスキャンダル出ました、うん、森保さんにスキャンダル出ました。うん、ただ、報道されただけで、 日本サッカー協会解体できるんですよ。これを OK にしたら。だから止めなきゃいけないですよって、これ日本サッカー協会が得する話じゃないですか。でも、あの、さっきの、あの、えー、ライセンスのやつも、みんないいサッカーみたいじゃないですか。で、今ライセンス持ってる人たちだったり日本サッカー協会は、まあ、今の自分たちの立場守りたいあるでしょうけど、お金がやっぱ重要じゃないですか。 ってなると、ライセンスへの文句を広げた方が、ライセンス量いっぱい取れて、更新料取れてて、日本サッカーのお金の、その、スポンサーさんとかそういう忖度しなきゃいけない人たちの、その、シェアしてる分のお金の割合減らせるんですよ。うん、ってなると、こっちの方がいいじゃないですか、みたいな。うん、僕結構言えるのって、まあ、当然あの、こう、YouTube で自分のコンテンツがあるから言えるっていうのもあるんですけど、お互いが得すること言ってるって意識で言えるって感じなんですよ。うーん。 でもそこはね、また既得権の問題で、はい、旧既得権と新既得権のせめぎ合いが生まれてくる。うん、だから、まさしく新しくこうやってやっていった方がウィンウィンになれるんじゃないって言っても、はい、そのウィンウィンを許さない人たちがいるわけですよ。はい、それで、さっきの田島さんとかいろいろ本当に偉い人たちの話も出てきたけども、うん、その人たちがどうこう全然ない。監督、森保監督どうこう関係ないですよ。そうじゃなくて、もう一回話を戻すと、政治の方に戻すと、はい 大山明堂ネズミ一匹とはよく言ったもんで、はい、今回のキックバック問題に端を発する裏金の問題俺はもう脱税に近いもんだと思ってるけど、うん、この問題をどう捉えるかっていうことで言うと例えば議員逮捕されてますよ在宅起訴もありました、うん、みんな小物ですよ、はい、これを年齢が若い現役の選手って置き換えれば同じですよ、はい、一番そういうスキーム作った大物政治家、うん、逃げまくりじゃないですか 全然上の安倍派の幹部クラス、事務総長クラス、それから座長も含めた幹部、そしてその上に20年前からこういうスキームを作ったと言われている森喜朗さん。うん、こういう人たちは全く安泰で、うん、この辺でざわめいて国民にこんなことでよろしいですか 検察も含めて何やってんだって僕は思いますよ。はい、報道やってたから名前聞きます。何やってんだと思う。うん、だけど最後は自分にも返ってくるんで、思考停止しちゃいけねえんだっていっつもそこの繰り返し。うん、だからレオザさんがこうやって言ってることはい。言ってる瞬間でも俺はありがたいと思ってる。ああ<ー>。言ってる瞬間もすでにありがたい。で、また未来から時間が流れてくると思ってる。<laughs> こうやって言い続けることですよ。はい、ウィンウィンでしょ邪魔する何かが働いてるんでしょ邪魔するもの取り除きませんか、うん、と。 もう時代は動いてんですよっていうことを言ってることがいいことだ。うん、もうだってそういうところから始めるしかないもん。やっぱそういうところを話せるのはちょっと僕の場合はやっぱ YouTube が Google で日本の企業じゃないんで、うん、その、なんすかね、ライフラインを犯されないところがやっぱいいんだろうなって思いましたね。うん、やっぱりそういうテレビだとじゃああなた呼びませんってなるところが、うちだともう別に数稼いでくれれば、あとはあなたの自己責任ですって話で僕は もう自分が正しいというか、みんなが得できることっていうのを探してしゃべるんで、なんでそこは、あの、さっきの未来から来たみたいな話で言うと、まあ、この、えーと、過去から考えると未来である、今の時代に助けられて、ここに来てるって感じがしますね。うん、あのネット TV とかで、はい、例えば、ワールドカップなんかご存知の通り、やっぱりネット TV とか ABEMA とか、そういうところに呼ばれるべきだし、はい、テレビだって、いろんな思惑を超えて、はい 結構、旧気特権にも切り込んで、うん、弁絶爽やかにね、歯に気抜きせずに言っている、レオザさんを使わざるを得ない流れに持ってきたいね、これ。まあそうですね、それにはもう大切説得力だったり数字ってところになるでしょうね、うん、だけど、そこはもう今、 時報を固めつつあるから僕だって森保監督にもはっきり言っていいところも認めながら歯に気抜きせてないし、はい、俺それで言ったらねちょっとかぶるんだけどさ、はい、WBC の監督まで勤めてて、はい、いろいろやってる栗さんと仲いいんですよ栗山<ー>さ,さんと、はいで「報道ステーション」7年やったかなあの人、はい、でスポーツコーナーのキャスターをやってくれてでそれから日ハム監督とか、はい、でそれで言うとねあの,あの人はスター選手じゃなかった。はい そのいろんな思いも含めて分析し選手をもうぱかり選手側に回り込みっていう、うん、僕は栗さんの凄みってことをすごく思うんですよ。仲良しだから。余計に思う。で、レオザさん見てても選手じゃなかったんだから。はい、だけど選手じゃないから何なんだって言って <laughs> 名選手、名監督にあらずという言葉があるけど、はい、逆で名監督は選手じゃないっていう非選手って言葉はないんだよ。うん やっぱり既得権が渦巻いてる。名選手、一概に名監督とは言えませんよと言ってるだけで止まってから。ああはい、かだから僕はそういう意味じゃ、レオザさんが、やっぱり代表の、日本代表の監督にやりめるべきじゃないか、<laughs> ぐらいに思ってる。<laughs> いや もうすごい、大それたことなんで、こう、嬉しくて笑ってしまったんですけど、笑われない時代になりたいですね。いや、そうでしょ、はい、この笑顔に食ったくないん、ね、で、滅相もないっていうのはないもん。ここがすごい。<laughs> ここが試しで食ったらあたあ、そうですね。そんなことないですよって言う、言う,う,うとこですもんね。いや、それは、さすがにっていう、いろんな既得権のことい,、はい、いやー。 嬉しいっす。これ、<laughs> そういう世になってほしいもんですが、そうそうここがいいんですよ。<laughs> 自分は正しい前提みたいなところ、ね。ここにね、世代ギャップを最後に僕は感じて切なく変える。<laughs> はい、僕みたいな、 世代のせいにするのもずるい。俺の気質かもしれないけど。いや、無理かなって思っちゃう。37の時に僕がいっぱい無理かなって思ってきて、イラつきながら無理だなって思ったことを、はい、あなたは、いや、そういう時代になってほしいんですよって言えるんですよ。<laughs> 世代としても人間の気質としても。もあ、気質かもしれない、ね。ここはね、僕は共通点で、はい、あなたの喋りがうまいってことをもっと言おうと思ってたんだけど、欲用、はい、がどこ全部やめますけど。今日はい、ここが違いなんですよ。<ー>ここが違いなんです。もうね、恐れを知らないんですよ。 で,できないこともいっぱい知ってるんですけどね。え、どういうことあ例えば今、監督やってますけど、うん、オーナーとして知説すぎるなと思って、うん、いろんなこういうスポンサーの方が支えていただいてるんですけど、うんうん、本当にこう、社長業でしっかり経営して、スポンサーさん連れてきてるって方に比べると、うん、僕は監督で、あの、オーナーっていう、なんていうんですかね、こう、まあ、まだキャラクターに近いかもしれないなと思ってて、なんでピッチ上には自信あるんですけど、ピッチ外のオーナー業の方で、謙遜というか、ま,あ、まだまだ、 すすぎるなと思ってます、ねうん、そういうふうに自分をこうやって客観的に見ることはすごく大事だからこそもう一つ名前聞かせてもらうと、はい、さっき図らずも正解をレオザさんが言ってるわけよ、はい、ウィンウィンなんだから説得してそういう心ある、はい、あえてね、はい、まだ何にもわからない藪の中だと霧の中だっていう場合は、はい、あえて応援すべき局面だって人もいるんだから、はい、そういうことをやっていかなきゃいけないんですよ言った通りだから あなたはもう正解分かってるわけじゃん。ああ確かにだからオーナーとして知説かもしれないけど、これからやっていくべき道筋はもう見えちゃってるわけだ。まあそうですね、確かにそれ。だからもう絶対ブレずに、はい、変にこびずに忖度しないで、このまま頑張ってもらいたい。ありがとうございます。やっぱりね、次世代、もっと若いフレッシュなレオザさんが、選手でもなかったっていうね、固定観念、ステレオタイプで見ることを打破して、はい、もうすでにここでやっているっていう。これは強みですよ。ありがとうございます。部外者で何が悪いっていう。はい。 ね、部外者から始まった俺だから分かることがいっぱいあるってことじゃないですか。あははい、そうですね。ね、サッカー愛っていうのが、もしかしたらやりきっちゃって、サッカーでスーパーアスリートってやりきっちゃって、はい、もうサッカーの話いいわって、卒業しまくっちゃうアスリートだって言うじゃないですか。まあ、そうですよ、ね。はい、ね、実業家になってそれはそれですごい。はい、でもずっとサッカー愛抜けない人じゃないですか。あはい、なぜならスーパーアスリートじゃなかったからっていう可能性もあるわけじゃないですか。いや、すごくあると思います。ね。これは強いですよ。ぜひブレないで。はい。 あの、儲かりすぎて、パランバー文書みたいに、バージン諸島に隠し講座とか作らないでくださいね。そうなると、既得権側に回るんで。まあ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 、今回自粛してしましょうやな、になりますから。儲かりすぎたら、もうシュアボ東京にプレミアリーがいっぱい来てるみたいな状況になると思うんで。そうすか。はい。あ、こんなに、デブライネとかハーランドみたいな選手ばっかりいたら、こいつは金を隠してないなってぐらいのチーム作るんで。うわ、なんかいつもの喋りになってますね。僕のわかんない選手の名前とかいっぱい出しながらやって、俺深夜にずっと見るの好きなんですよそれ。 いや、半分以上わかんないですから、でも半分なんとなくわかるところもあるじゃないですか。そうですね。ちょっとその辺が、その積極的半信半疑で、すげえくりだと思うわけですよ。こう頑張ってくださいね。 陰ながら応援しております。いや、ありがとうございます。最後の締めが気にかね何が陰ながら応援、草葉の影か,から応援しますぐらいのい <laughs> 死んでるつもりでやれるっていう話ですよね。今後も、あの、表だって言っていただけると嬉しいですいや、これからも絶対、定期的にレオザさんという名前出しますからね。ららねよろしくお願いします。僕も。よろしくお願いします。レタシさんに、あの、喋、ええ、りのオフィシャルいただいたって言い続けたいと思います。いや、もう本当、あんまり力ないですけど、大いに使っていただきたいといす。<laughs> すごい、こんな、うん、あの強、強いもう、あバズーカの援護射撃を受けてるぐらいの感じなんで。 ありがとうございます、うん。ありがとうございます。お互い頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は<れ>本当に楽しかったです。いや、こちゃのスタッフの皆さんも、うちのスタッフもありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。